ララデー2での B、ファーストライブ驚きと興奮に包まれた会場の雰囲気を伝えます音楽の魔法 B ・ファーストのライブで感じたファンの一体感と感動を振り返るその日ロサンゼルスの空は澄み渡っており期待に胸を膨らませたファンたちがラデー2の会場に集まっていた私の妹もその一人で彼女にとって初めての B ・ファーストのライブ参戦だった 会場の外には長い列ができ、ファンたちは興奮と期待感でざわめいていた。妹から届いた最初の感想は、とにかく悲鳴みたいな歓声がすごくてびっくりした、というものだった。彼女はその瞬間を映した動画を送ってくれた。その動画には、B、ファーストが登場するや否や、ファンたちが一斉に立ち上がり、歓声を上げる姿が映し出されていた。初日からの口コミが広がったのか、 二日目の会場はさらに熱気を帯びていた。妹が送ってくれた動画を見て、私はその場にいるかのような臨場感を味わった。ファンたちの歓声、彼らのエネルギーが画面越しに伝わってきて、胸が熱くなった。初日での評判が口コミで広がったんですかね。喜んでもらえてめっちゃ嬉しいです、と彼女は言っていた。私も同じ気持ちだった。 音楽の力がこんなにも人々を結びつけ、感動を共有させるなんて、本当に素晴らしいことだと思った。二日目のパフォーマンスは、たった三曲、十二分間の短いものであったにもかかわらず、そのインパクトは計り知れなかった。ファンたちは一瞬一瞬を楽しみ、歓声を上げ、彼らの動きに合わせて体を揺らしていた。特に佐藤、ソタっと叫ぶ声が大きく、 彼の名前が会場中に響き渡っていた。ボリュームをさらに上げて聞くと臨場感出てその場にいた気分になると妹は言っていたが、その言葉通り、まるで自分もその場にいるかのような感覚を味わった。ファンたちの反応は、国や人種を超えて一つの音楽に共感する姿を映し出していた。良い音楽は人種も国境も関係ない。心に感じるビートは人々を感動させるのですね。 という妹の言葉に私は深く同意した音楽を通じて心が通じ合うことができるなんて本当に素晴らしいことだと思ったこの日のライブはアティーズさんとアタイニーさんの協力によって実現したものであり彼らにも心から感謝していたこの機会を作ってくださったアティーズさんとアタイニーさんには感謝しかありませんと妹は言っていたが私も同じ気持ちだった 彼らの協力がなければこの感動的な瞬間は生まれなかっただろう動画を何度も見返しながら私は涙を流していたファンたちの純粋な感性その一体感が胸に響いたきっと何の偏見もなく見るとこの反応になるんだよねもっといろんな曲聴いてもらいたいからいろんな国のフェスに参加させてもらってどんな感じか反応が見たいなと妹は言っていたが その言葉に深く共感した。音楽の力が偏見を超えて人々を結びつける姿をもっと見たいと強く思った。この日のライブは私たちにとって忘れられない一日となった。妹の初参戦が彼女にとっても特別な思い出となったことは間違いない。なんか一挙に仲間が増えたみたいで嬉しいと彼女は言っていたが、その言葉通り、 私たちは音楽を通じて新たな仲間とつながることができたのだ。この感動を共有できたこと、そしてその感動がさらに広がっていくことを願っている。音楽の力がもっと多くの人々に届き、彼らの心を動かす瞬間が増えていくことを願っている。音楽を通じて心が通じ合う瞬間、その素晴らしさを改めて感じた一日だった。そして、 この感動的な瞬間を共有してくれた妹に感謝の気持ちを伝えたい。彼女が送ってくれた動画は私にとって宝物だ。この感動を忘れず、これからも音楽を通じて新たな感動を探していきたいと思う。この日のライブは音楽が持つ力を改めて実感させてくれた。音楽は言葉を超えて心に響く。国境を越え人々を結びつける。 その力を感じることができた一日だった。この感動を共有できたこと、そしてその感動がさらに広がっていくことを願っている。音楽の力がもっと多くの人々に届き、彼らの心を動かす瞬間が増えていくことを願っている。音楽を通じて心が通じ合う瞬間、その素晴らしさを改めて感じた一日だった。この感動を忘れず、 これからも音楽を通じて新たな感動を探していきたいと思う。このライブがもたらした感動は、私たちにとって大きな財産だ。この日の出来事を胸に、これからも音楽を愛し続け、共感し続けたいと思う。この感動的な一日を振り返るたびに、私は音楽の持つ力に驚かされる。妹が送ってくれた動画を何度も見返しながら、その場の熱気やエネルギーを思い出し、 再び胸が熱くなるのを感じる。音楽は国境を越えるという言葉がこれほど実感できたことはない。妹の初参戦が彼女にとっても、そして私にとっても、どれほど特別なものだったかを痛感する瞬間だ。妹からのメッセージには、ファンたちの歓声や熱狂がリアルに伝わってきた。現地であんなに湧いてるなんて、 遠い土地でもたくさんの方の心に浸透していく音楽が素晴らしいと彼女は言っていた。音楽の力がどれほど大きいか、そしてそれが人々の心にどれほど深く届くかを改めて感じることができた。ファンたちが一斉に立ち上がり、歓声を上げる姿は、音楽の持つ魔法のような力を象徴していた。このライブの成功は、単なる偶然ではなかった。初日の評判が口コミで広がり、 二日目にはさらに多くのファンが集まった。明らかに一日目より席が埋まってますね。どの動画見ても悲鳴がすごいと妹は言っていた。たった三曲のパフォーマンスがこれだけの熱狂を生み出すのは B、ファーストの音楽が持つ特別な力のおかげだろう。彼らの音楽は人々の心に直接訴えかけるものがある。それがファンたちの歓声となって現れるのだ。 この日の出来事を通じて、私は音楽の力を再認識した。良い音楽は人種も国境も関係ないという言葉が何度も心に響いた。音楽を通じて心が通じ合う瞬間、その一体感が私たちにとってどれほど大きな意味を持つかを感じることができた。妹の初参戦がもたらした感動は、私たちにとって大きな財産だ。この感動を忘れずに、 これからも音楽を通じて新たな感動を探していきたい。妹が送ってくれた動画は私にとって宝物だ。この日の出来事を胸にこれからも音楽を愛し続け共感し続けたいと思う。そしてこの感動がさらに広がっていくことを願っている。音楽の力がもっと多くの人々に届き彼らの心を動かす瞬間が増えていくことを願っている。このライブの成功は アティーズさんとアタイニーさんの協力なしでは実現しなかった。この機会を作ってくださったアティーズさんとアタイニーさんには感謝しかありませんと妹は言っていたが、私も同じ気持ちだった。彼らの協力がなければ、この感動的な瞬間は生まれなかっただろう。彼らに心から感謝の気持ちを伝えたい。この感動を共有できたこと、そしてその感動がさらに広がっていくことを願っている。 音楽の力がもっと多くの人々に届き、彼らの心を動かす瞬間が増えていくことを願っている。音楽を通じて心が通じ合う瞬間、その素晴らしさを改めて感じた一日だった。この感動を忘れず、これからも音楽を通じて新たな感動を探していきたいと思う。最後に、この感動的な瞬間を共有してくれた妹に感謝の気持ちを伝えたい。彼女が送ってくれた動画は、 私にとって宝物だこの感動を忘れずこれからも音楽を通じて新たな感動を探していきたいと思うそしてこの感動がさらに広がっていくことを願っている音楽の力がもっと多くの人々に届き彼らの心を動かす瞬間が増えていくことを願っている音楽を通じて心が通じ合う瞬間その素晴らしさを改めて感じた一日だった